てくるまで。はい。たまちゃん、ここ。よーい、ここいらっしゃい。はい、君でーす。
あ、人の手をね、一緒にやったらダメですよ。はい。出ないですよ。あ、人手が一緒だ。あ、人を先に上げて勉強って言えばさ、楽に打てるけど。あ、人手が一緒だらダメですよ。伊藤さんは、多分ね、一緒だって教わったはずですよ。はい、足を先に上げちゃったもん、はい、足を飛ばしてる時に飛ばしてる時にしないくれる。足を飛ばしてる時に小さい目に。ああった方が、前にもであった方が。ああ。
ちゃダメだったんだ。引いちゃうんだよ、これって。引くからさ、右手をこうして引いちゃうんだよ。全部打たれるよ。全部打たれる。Thank you.
小手の場合はさ、名打ちと違うからね、ちょっと早めに打たなきゃ、早く打たなきゃならね。それで正確に打たなきゃならない、小手は。いろんな角度からでも打てるんだから。だけど小手が打てないとさ、やっぱりさ、他のものが全部さ、小手が打てればさ、他のものなんかさ、どうだっていいぐらい上手になってくるんだ。小手が打てないよ。だけどさ、こういう状態にならない。小手を打った時にさ、こういう状態にならないんだね。狙いすればさ、みんなさ、こうやって、こうやって持ち上がっちゃうんだよ、持ち上がっちゃう。反対だ。左手を止めておくんだ。左手を引っ張ったら。よし、よし。はい、じゃあ、ここで行け。はい、始め。下からこて。コテンと打った時に後ろが下にあるパッとこうなるからパンと打ってくれる。左手を上げたらダメだよ。左手が下がればさ、早く打てるんだ。ちょっとでもこう上がれば、左手が上がればダメだ。コテン、コテンと打ったらパッとこうなってるんだ。コテンとこうなってるんだ。上がらねえよ。しないがポッと上がらない。自分で上げないように。左手で打たないと上がらないよ。はい、もう一回、始め。体でこうするの。ほっと体で。
いぞ、パッとこっちに力入れて、パッとこっちに行くの、それ、仕事が仕掛けっちゅう、こうやって行くのは仕掛けじゃねえんだ、これは打たれるんだ、こうやって動いたらさ、こうやって動いたら、この足の幅も変えないでさ、こう左足で、こう、くっと、パッと、パッと、こうやって、そんな大きな動きはしないんだ、こう、注意だ、注意だ、パッと、体、ちょっとちょっとしゃべるだけで。はいよ、はい。さらに。相手が打ってくるのもそういうタイミングで打ってくるんだよ。出だしから狙ってるんだから。はい、もう一回、はい。イェイ。さらに。ああ。なあ、相手に行くんだ、横へ行かないのよ、横へ相手に行くんだ、相手に行かないと蹴んじゃできねえよ。あーあーいいねえなー、躊躇してるね、ピチャッと止まっちゃうじゃん、パーンって行かないじゃん、なんでそんなに止まるんだよ。あーあー相手の先に打つとかさ、ビャーンって行かなきゃダメだ、ほらなあ、みんな当たれちゃうだろ、やってみな、もう一回こう、はい、あーあーあれだ、止まらないだろ、高田さ、こうやってピョンってやるだけやあーって体がお前、取り替わってやるんだよ、やってみるかあー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 取り替わらないと、体をベーンってなああー、俺かいやあーほら、みんなそれやさ、ほら、ほら、こうやって、ああ、足にばかりして飛び上がんなきゃ、はい、手ばかり離れてるでしょ、はい、あもうすぐ手でこうやってるな、手でやるんじゃねえの、体が飛び上がるんだから、はい、ほら、足、ああ、そうだ。もうね、一番大事なのはそれだ、相手の体に飛びかかってから、自分がだからそれがさ、自分がさ、相手を引き出すことが大事なんだよさ、そんだけでさ、こう自分が持ってるさ、こう持ってる、こう持ってるさ、こう持ってるさ、ふっとこうやるやつ、来るんだ、相手はもう、伊藤さんのところなんかもう特に来るんだよ、みんなこれを打とうと思って来るんだから、それをさ、ポッてとこでバーンって乗れば思い切って、うん、乗ったり押さえたりする。それは一歩当たりはもう OK なんですよ、OK。だからもう、そういうところに集中しないとダメなんだ。全然。だから人がこう打ってくるなんて、こう待ってるとダメなんだ。できないんだ。その仕掛けを作らないと。はじめ、構えて。
ないやつがいっぱい来ますよ。やる人がみんなそうですよ。よし、はい、これは補強されるな。そんだけ大事なのさ、市内のさ、いつもさな、ただこうやってんじゃねえよ、ただこうやってんじゃねえよな。ちょっと行った時にさ、市内のこう、ここにさ、市内のここにさ、入るんだ、動くの。これを間違えると全然小手なんか打てない。とはどうなっちゃうか、全然間違えるとさ、こうなっちゃう、みんなな。それもさ、こう思ってくっと見る、くっとさ、くっと、もう体が前っていうしないでさ、一人さ、こうやってこうやって、そういうタイミングでさ、もうこうやって、くっと、な、そういうタイミングで、また、はい、はい、はじめ。こうやって来たらな。
ったらじゃこう言ったらじゃあ台車を止めてポテッと打ったらダメよ。はい、おもっと左手が壊れてんだろさ、うん、今度はさ、ッとこう言ったらじゃケッとこう言ったらじゃおこれさ、面倒になるよりさコテッと打つからさおうそういうことじゃダメなの。コテなんか本当は面倒されてるからいいけどな。メールってことメールこれで当たんねえよ。小学生にも当たんねえよ。こんな瞬間的なんだな。こういうことってな、はい、ペーパーだから回らないしてると息をほんと下だけで打たれるな。みんなこういう打ち方してくるよ。剣道のレベルが上がってくるとバーンと持ってってああこうやってね、メーンと打たれる。ああ、どこのやつこういうんじゃない。みんなさ、手と足がさ、1秒、1秒してくる。2秒してさ、こうやって、メーンと3秒してくれば帰ってくる。そうじゃダメや。ああ早いとか遅いかって問題じゃない。そういうさ、瞬間的なあの手の使い方で打たなきゃダメ。こても。はい、構えて。だから、初めの時にさ、メーンじゃねえんだ。カーンと打ってかなきゃ。はい、待って。ああ、もうそろそろさ、そういうレベルみたいだからな。なあ、いつまでだってさ、基本と同じで、初心者みたいに、メーン、固定ってやってきたって、全然話にならないよね。おい、はい、行け、構えて。ああ打ち込みだよ、俺。手段使え。
ッチッと当たるでしょ、うん、こうやってね、こうなってすげえじゃん。それはさ、ねえ、左と右の脇が閉まってないじゃん。これがピッピッここで打つんだから、打突はここで、これだけで打つんだから、うん、ここで打つ、うん、これが閉まってないとどうにもならないよ。それを力を入れないとダメだ。打っときにちゃんと、あ、待って、ちゃんと注意してやらないとできるから。はい、構えて。やらないとまた違うことやってると、ほら、構えてみて。肘が曲がってるか、相手が動いてるか、脇を締めてるか、脇を締めて力が入ってるか、右手がピッと押せ。はい、yeah.
ー